テッククランチサンフランシスコ2013にて、スーザン・ダイアン・ウォシッキーは、現在の YouTube の CEO である。カリフォルニア州サンタクララ郡出身。ウォシッキーが YouTube 仕をに就任したのは、彼女が Google の上司らを説得し、16億5000万ドルで YouTube を買収してから8年後の2014年のことだった。YouTube の企業価値は、 今では700億ドルとされている。2017年5月24日、カリフォルニア州パロアルトのコモンウェルスクラブのイベントで、ウォシッキーは自らのキャリアと女性がテック業界で働くことについて語った。ホーブスの一代で富を築いた米国の女性不合ランキングで彼女は今年41位にランクインを果たし、推定資産額は4億1000万ドルとされている。 1998年9月、Google の創設者、ラリー・ページとセルゲー・ブリンは、カリフォルニアのメンローパークに住んでいたウォシッキーのガレージ内でオフィスを創設した。1999年に Google 初のマーケティングマネージャーになる前、ウォシッキーは、インテルのカルフォニア州サンタクララ群オフィスで、マーケティングを担当し、ベインカンパニーや RB、Web ・ウェバーカンパニーで、 マネージメントコンサルタントとして働いた。ウォシッキーは Google で広告商業部門の副社長になり、AdWords、AdSense、ダブルクリック、そして Google Analytics などの広告や分析商品を担当した。彼女は Google 第2の収入源となった AdSense を開発した。Google ビデオを監督し、当時競争者で小さなスタートアップだった YouTube の買収を 当時の Google の重役会に提案した。彼女は Google 最大の買収のうち2006年の YouTube の買収と2007年のダブルクリックの買収の2つを成功まで導いた。2014年2月に YouTube の信用に任命された。ありがとうございます。